お疲れ様です。店長です。どうもですよ。本日はですね、7月の29日となっております。ここ例年姫王を狙って採集に来ている場所となっております。本日の天候はですね、超晴天です。雲一つない青空です。ただいまの時刻がですね、16時52分。まあまだ5時になってないんですけれども、夏なのにもうすでにやや暗くなりかけてます。山の天気は早いですね。実際標高すごい高いです。平地の方はですね、今日もうだるような暑さだったんですけれども、ここまで標高を上げてくるとですね、非常に涼しいです。本日もですね、姫王が飛んできてくれたらありがたいんですけれども、例年大体来る虫って言うたらミヤマクワガタが多く来ます。今年はですね、兵庫県の方はですね、3月以降すごく雨が多かったんです。7月に入ったあたりから急に夏日になったみたいな感じなんですけれども、3、4、5、6は私の印象では例年よりもすごい雨が長かったような気がします。だからですね、個人的には雨が多くて夏にさっと晴れた年って言うたら虫がたくさん飛んでくるようなイメージがあるんで、今日はですね、実はちょっと期待してるんですよ。姫王が飛んでくるかなっていうだけじゃなくてですね、ミヤマクワガタもですね、たくさん飛んできてくれたら嬉しいなって思ってます。以前もですね、カブトムシが飛んできたことがあるので、この標高までカブトムシが飛んでくるかわからないですけれども、もし飛んできたらですね、甥っ子へのお土産としてですね、提供したいと思いますんで、よろしくお願いします。さあ、それじゃあ早速やってみましょう。今がですね、6時47分。ライトとかの設置が終わったところなんですけれども、ちょっとね、雲がね、すごい速く流れるんですよ。一応予報では雨は大丈夫となってるんですけれども、先行き若干不安になってきましたね。ただいまの時刻が19時20分となっております。見てください、ちょっとですね、ガスは出始めたんですけれども、周りは暗くなりつつあります。なのでそろそろライトトラップスタートしたいと思いますんで、よろしくお願いします。それじゃあですね、ライトが点灯いたしました。空気に光が当たってるの見えますかね。すごいガスなんですよ。さっきまでね、晴れてたんですけれども、日が沈むにつれてガスが出始めてて、もやが出てるんですよ。だからね、ライトが遠くまで飛ばんのんちゃうかな。お、なんか早速ブイブイ言い始めてますね。あ、みんなのアイドルカメムシ早速来てくれました。これもう光の線が見えるぐらいガスってますね。道がわかるある意味超幻想的になってる。さあ、飛んでくるのを待ちましょう。電気をつけてから10分ぐらい経ったんですけれども、さっきからね、ボトボトという音はしてるんですよ。多分こういう風な感じでカメムシですね。カメムシ、あとテントウムシが来てくれるようになってきています。甲虫はいないかな。本命のクワガタムシ、それからカブトムシの類はまだ来てない感じですね。ますますね、おお、ガスがね結構強くなってきてるんで、お、なんか大きいの来たよ。ミブイですね。ああいう甲虫が来始めるとね、しばらくしたらクワガタ飛んでくるようになるんですよ。大きい虫はやっぱ後ですね。ただ今日でかいガーまだ来てねえな。いつもですね、大きいガーが来始めたなーって思ったら、クワガタムシもですねやってくるようにはなるんですよ。もうちょっと時間かかると思いますんで、よろしくです。これがですね、第2ポイントとなっております。ちょっとですね、ガソリンの発電機を使ってるんで音がドドドドドってしてますけれども、あー、まあやっぱこっちもガスが結構出てやってますね。まあ当たり前か、そんな遠い場所でもないからな。さあ、じわじわと虫は増えてきてるけれども、相変わらずの大体カメムシです。ガスはどんどん強くなる今日大丈夫かな。実はね、今日ね3箇所ポイントあるんですけどね、3箇所目がくっそ遠いんでね、あんまり行けないんですよ。だからとりあえずね、1回ですね、先ほどの第1ポイントに戻ってみたいと思いますんで、よろしくお願いします。GoPro に映ってるかな。結構ね、虫はいっぱい飛んでるみたいですよ。どんな感じになってるのかな。おお、こっちの方が虫が多いな。わ、雨の音みたいな感じで虫がボトボトしてきよる。でも大きいのはいないな。全部コガネムシとかガーとかカメムシとかかな。
ブーンって言ってるけど音が軽いんでこんな感じのちっちゃい甲虫だと思います。でちょっと変わったのが来たらしくて、このヒゲの生えたこの色のやつ、オオコフキコガネっていうらしいです。ちょっとレア虫らしいですね。待望のですね、オオミズアオタンがやってきましたよ。あの子が来たらクワガタもぼちぼち来るんやったら来てくれるようになります。なんかねボスンっていう音がしたらですね、やってきましたよ。1号機です。ミヤマクワガタですね。まだ羽がしまえてないメスですね。お、足しっかりしとる。やっぱクワガタね、来た時にね音がすごいです。ボスって言います、メスであったとしても。やりました、1匹目です。カブトムシが来てました。この標高でも飛んでくるんや。ちなみにここ標高 1250m だそうです。でこっち側はさっきとあんま変わんないですね。カメムシフェスティバルですね。1号カメラの方が虫の量は圧倒的に多い感じですね。なんかね大きい甲虫が落下したような音がしたんで見てみたらですね、カミキリムシですね。これ何カミキリだろう、ミヤマカミキリっていうのかな。平地ではあんま見ないような気がしますね。さあもう一つの C ポイントです。ここに来るのにねだいたいね20分とは言わんけれども、それに近いぐらい歩かんとあかんのでめったに来れないんですよ。去年はですね、ここでヒメオが取れたそうです。私は同行していなかったんでわからないんですけれども、実績のあるポイントってやつですね。今年はどうですかね、ワクワクさせてくれるぜ。今のところ道側には何も落ちてないんかな。あ、結構来てる。あ、立派。多そうくないですか。結構来てます。オスばっかり来てます。メス1匹だけです。あら、そうなんですか。ガシもペアで来ました。今向こうはミヤマのメス1、カブトのメス1ですね。あ、カブト来ました。うん、はい、ミヤマのメスさらに追加です。ここのポイント優秀ですね。すごいたくさん来てますよ。近くになんか活動木があるんかな。ここだけなんか別格に来てますね。あ、また来てます。あそこも来てます。ん、あ、ほんまや。あ、すごい、オスばっか来てんな。割といい方のミヤマ来てますよ、これ。いいミヤマじゃないですか。もう入らないです。もう入らない。もう一個の。こんなにオス来たの初めてやな。そうですね、オスがめちゃくちゃ多いですね、今日。うん。あ、また来ましたよ。またオスです。ちょっと小さめ。ミヤマ、2匹目です。なんか来てますね。あ、これはミヤマのメスだな。メスが来ました。ここのポイントではメスが貴重なんで。ちょっと嬉しいかもしれない。ミヤマのメスです。これは楽しい。言うても国産ミヤマって飼育したいとは思わない虫なのに、こんだけ取れるとすごいワクワクする。さあちょっと見てみよう。来てるかな、どうかな。来ないですね。さっきまであっちでフィーバータイムやったのに来ないことがそんなバカなって言われる。あ、いた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 。あ、それなりの大きさの宮間くんですね。これで姫を着たら完璧やねんけどな。あ、赤足。赤足です。え、オス。ちっちゃいですけど、オス。あ、ほんまや。ちょっとですね、明かりがなんかチラチラと映ってるかもしれないんですけど、あそこが A ポイントです。最初の頃は結構虫が多く飛んでて、ミヤマのメスが1匹だけ来たんかな。その時点で私移動開始しちゃったんですけれども、さあ現在どうでしょうか。こっから見る限り虫は、あれでもさっきの方が待ってたかな、ちょっと落ち着いてる感じするかな。あ、ぼちぼち来てる。それは良かった。 C ポイントの方はバグドレです。バグドレです。しかもミヤマのオスばっかり、メスの方がむしろ少ない。こっちもオスが多いです。あ、見た感じ確かに。ヒメオが、ね、2ついますよ。え、ヒメオ。あ、ほんまや。あ、すごい、ヒメオが来てる。あ、レアもんじゃないで、相変わらずオスね。相変わらずオスが来ね。で、赤足のメスが1匹ですよね。そう、うん、ミヤマ、ミヤマ、ミヤマ。こっちがミヤマ2つ。あーはーはー。で、最初の金具。 C ポイントはなんかケースが切れるかもしれないそうです。そんな来てる。すでに30匹来てたんで。大体こういうところってメスばっかり通ってくるんですけどね、ライトトラップって言ったら。でもなんか虫の数、僕が1回目おった時めちゃめちゃ減ってますね、ここ。風が吹くと1回流されるんです、うん、あー、なるほど。風が止まるとまたうわーっとなる。ふんふんふん。 B ポイントが一番悲しみを背負ってますね。ライトが違うんかな、光の強さがね、弱い、うん、でもカブトムシが来てるのはそこだけですよ。
それではですね、時刻も10時を過ぎましたので、虫の飛来もほぼ終わりました。結果発表したいと思います。今回はですね、すごかったです。何がすごかったかっていうとですね、いつもと違ってオスの飛翔がすごく多かったっていう。ほとんどオスでした。美山の場合はメスも来たんですけれども、大体がオスが来て、オスの最大がですね65ミリ、バイトトラップで捕獲する美山にしては結構でかかったですね。もちろんちっちゃいオスもいましたけれども、メスよりもオスが多かったのは初じゃないでしょうか。あとですね、それ以外に何が来たかっていうとですね、カブトムシのメスが来ました。正直標高がですね1200メートル以上ありますんで来ないと思うんですけど、毎年なんか1匹ぐらいなんか変わったやつが来ますね。それ以外だとアカアシクワガタです。トータルでですね5匹やってきました。やっぱりアカアシは少ないですね、ここの場所で。大体美山です。で、なんとびっくり、今回なんですけれどもヒメオが来ました。2匹となります。その結果をですねちょっとパーッと見たいと思うんですけれども、まずこちらのケース、大きいミヤマクワガタがいっぱいいますね。カブトムシですね。 B ポイントのせいかですね、最大クラスのミヤマも1匹入ってるんですよね。で、それ以外だとこの子たちヒメオですね。うん。で、ミヤマも言い方飛んでるんですよ。これがですね A ポイントでのせいかです。で、最後にですね、締めようかっていう直前でなぜかオニクワガタのオスが1匹だけ来たみたいです。この場所なんですけど、オニクワガタ来るんですけれども、もうちょっと秋に近づいたタイミングで確か以前は割と飛翔してたと思うんですよ。あとはですね、もう凄まじい量来ました。まあとりあえず代表的なケースだけ見るとどっさりです。他にもですねいっぱい来てるんですけれども、ここが一番型のいいミヤマのケースになりますね。 C ポイントはですねもう入れ食い状態でしたね。今回なんですけれども、序盤は割とガスが出てて不安になったんですけれども、ガスは出てるけれども湿度はそれなりに良かったっていうことで、当然気温も高かったっていうこと、虫の飛来が減り始めたの9時ぐらいになってから結構風が出てきてね、すごく涼しくなったんですよ。そのタイミングで飛翔量は減ってきましたね。ぜひ参考にしたってください。もう一匹飛んでった。はい、1匹追加です。トータルで58匹だったんですけど、たった今59匹になりました。そんなわけでですね、本日のですねライトトラップは終了したいと思いますんで、よろしくお願いいたします。それじゃあまたね、バイナーラー。ほら来たよ。すげえな、この後タンバレ来るか。